高田信彦は、日本の元プロレスラー、総合格闘家、タレント、実業家。本名は、高田信彦。キューリングネームの表記は、高田信彦。神奈川県横浜市戸塚区出身。ユーチューバー血液型 A 型。レスリングと格闘技の道場、高田道場の主催者であるがレースリングは、未経験。格闘技は、未勝利。格闘技、イベント。 プライドの統括本部長を務めていた。現在は、ライジンのキャプテンを務めている。芸能のマネジメントは、レプロエンタテインメントが受け持っている。妻は、タレントの向井秋。東京都に居住。少年時代は、長島茂雄に憧れる、野球少年で、少年野球では、オール横浜に選出されるが、長島の引退と同時に、野球熱が冷める。 その後アントニオ猪木に憧れて中学生になった頃にはプロレス入りを決意。中学校卒業後アルバイトをしながら独自の方法で体を鍛え、1980年に新日本プロレスへ入団した。道場では藤原義明と前田明が兄貴分的な存在となりスパーリングで鍛えられた。太りにくい体質で新弟子時代は 毎月のように体重のノルマを課せられて、それをクリアできなければ解雇される状態だった。1981年5月9日に逮捕、A 登る男戦でデビュー。この頃の得意技は跳躍力を活かしたミサイルキック。1982年からはアントニオ猪木のき人を務める。1983年にチョキがカナダ遠征をした際に、 月人として同行しており、欠場した、初代タイガーマスクの代わりにたまたま試合に出場したところ、ジャパニーズレッグロールクラッチで勝ちを収め、高田のテレビ中継デビュー試合でもあり、ポストタイガーマスクとして、一躍注目を集める存在となった。それまでは、前座で勝てなかった先輩たちから勝利を収め、代打の形で、テレビマッチにも抜擢されるようになり、 青春のエスペランサの異名がつけられた。当時の入場テーマ曲は、疾風のライダーという曲で、UWF 遺跡前の新日本時代にかかっていた。また、ジュニア戦線での戦いを意識して、ローリングソバットを多用していた。1984年に、師匠、藤原義明の誘いで、新日本を離脱し、オープニングシリーズでは、 選手貸し出しの形で参戦していた UWF に移籍して前田明と合流。当時はるかに格上だったマークルーインから勝利を収め、同時期に UWF に移籍した山崎和夫らと名勝負を繰り広げたものの、予定されていたアントニオ猪木の不参加などの要因で団体は崩壊。UWF 所属選手は新日本へ合流し、新日本に参戦した期間には、 腰中四郎を公敵主として、新、名勝負家え歌と呼ばれる合試合を繰り広げ、IWGP ジュニアヘビー級王座のベルトを争った。また、当時、ワールドプロレスリングの実況を担当していた、古立一郎から、わがままな、膝小僧の異名をつけられた。この当時は、女性ファンからの人気も高くバレンタインデーには、チョコレートが段ボール箱に、3箱届いていた。 1988年、前田明、山崎和夫らと共に、第二次 UWF を立ち上げる。第二次 UWF では前田に次ぐ、ナンバー2の序列で、前田、山崎と共に、全鉱山と言われた。第二次 UWF は一世を風靡したものの、人間関係の不和から、1991年に、前田のリングス、藤原義明の藤原組、 高田の UWF インターナショナルの3団体に分裂。UWF インターナショナルを設立し、社長に就任。最強を肩書きにした高田は、団体の絶対的エースとして、ゲイリー・オブライト、北尾孝治、スーパー・ベーダー、サルマン・ハシミコフラ競合選手との対戦などで人気を博し、1992年には、 プロレス大賞の MVP である年間、最優秀選手に選ばれる。1994年4月からは、フジテレビのスポーツニュース番組、スポーツウェーブのキャスターを務めるまでになる。1994年1月に、タレントの向井明と挙式した。高田以外に知名度のある選手が、ほとんどおらず、スポンサーや、 テレビもついていない UWF インターの経営は1994年頃に苦しくなり、社長業が高田を精神的に苦しめるようになる。1995年6月に近い将来引退しますとマイクで宣伝し、さらに同年7月の参議院選挙には、爽やか、新党から比例名簿順位2位で出馬するも落選。8月には、田村清氏から、 僕と真剣勝負してくださいと挑戦を受けるが拒否した。数々のトラブルと選手離脱により倒産が現実味を帯びた UWF インターは新日本プロレスとの対抗戦に踏み切り、1995年10月9日、新日本プロレス VSUWF インターナショナル全面戦争における対象戦、武藤刑事戦に敗北したことで、 最強を標榜してきた高田と UWF インターは決定的なイメージダウンを受ける。1996年1月4日、東京ドームで武藤を破ってリベンジに成功。第18代 IWGP ヘビー級王者となり IWGP すべての王座を獲得した。3月1日には UWF インターナショナルのリングで防衛戦が行われ、 腰中ナシロを破って初防衛に成功したが、4月29日、橋本深夜に敗れ王座陥落となった。その後、ウォーに参戦して交流試合を行い、天竜芸日郎と二度のシングルマッチを行い、天竜との試合は、プロレス大賞の年間最高試合に選ばれる。しかし、UWF インターの運営は混迷し、山崎に続いて、6月には、 田村清氏や中野達夫が対談。10月には、インディー団体、東京プロレスに参戦し、従来の路線からすればありえない、マッチメイクであったブッチャーとのシングルマッチを行ってまで、なんとか団体の存続を図ったが、1996年12月に UWF インターナショナルは解散した。多くの選手は新たに設立された団体、キングダムに引き継がれたが、 すでに、ヒクソングレーシー戦を見据えていた高田は意見の相違のため所属はせず、公開スパーリングと解説者として、かつての仲間をサポートするにとどまった。UWF インターナショナルで工業に経営者として、携わることに懲りており、自らは、工業会社としてのプロレス団体ではなく、所属選手を持つ格闘技の道場として、高田道場を設立した。キングダムの初期、 高田道場の選手や、海外のバーリトゥード系選手を招聘しての、総合格闘技興行プライドの開始に深く関わる。UWF インター時代の同門の安城陽次が、ヒクソン・グレーシーに、道場破りを仕掛けるも帰り討ちにあった因縁の結果、プライド創世期に選手として活動、ヒクソン・グレーシーと二度対戦するが敗退。 特に初戦において、エースクラスの日本人レスラーの総合格闘技での敗北は、これが最初であり、プロレスファンの深い失望を招くとともに、永久戦犯として、プロレスマスコミからバッシングを受け、さらにアントニオ・イノキからは、よりによって一番弱い奴が、ヒクソンの前にのこのこと出ていったと告評される。二度目のヒクソン敗北直後にヒクソンとの三度目の対戦を望んだ。 その後も、マーク・ケアー、ホイス・グレーシー、イゴール・ボブ・チャン・チン、ミルコ・クロコップ、マイク・ベルナルドなどと次々と戦うが、ドローに終わったクロコップ戦、ベルナルド戦以外は敗退した。イゴール・ボブ・チャン・チン戦からは、メインイベンターの座からも降りた。一方、マーク・コールマンには、勝利したが、コールマンは後にこの試合がブックだったことを事実上、認める発言をしている。 2002年11月24日、プライド23の田村清氏,氏相手に引退試合を行い、にールに、右フックで出身小負け。試合後のマイクで、田村に、お前、男だ。と発言、このフレーズが、後の大会で頻繁に使用されることになる。プライド統括本部長に就任し、同時に、プライド中継の解説も行っていた。大晦日の特別工業。 プライド男祭りのオープニングでは、開会宣言で、お前ら男だ。と叫ぶ選手呼び込みで話題となった。2003年開催時には、埼玉スーパーアリーナの地上60メートルの屋上に立ち、2004年開催時にはふんどし一丁で暴れ、大太鼓を叩いて、男の中の男たち、出てこいやー。と選手を呼び込んだ。そして、2005年開催時には、 タップダンスを披露した後、2006年開催時には、ピアノ独奏を披露した後に、ふんどし一丁で暴れ大太鼓を叩いた。一方で、図が主催する、プロレスイベント、ハッスルにおいては、ハッスル1と、ハッスル GP2008 に、電撃参戦する、正治明の記者会見に登場した。なお、悪役レスラー軍団、高田モンスター軍の、高田総統とは、 高田の古くからの友人という設定になっている。プライドに関わらなくなった時期においても、高田道場が主催するダイヤモンドオキスカレッジに、庄司明や、知恵野口大輔レフェリーらが参加するなど、ハッスルとは良好な関係にある。ディズニーのアニメーション映画、ミスター・インクレディブルで声優に挑戦。 日本テレビのテレビドラマ、戦国自衛隊関ヶ原の戦い、第二部愛する者のためにや、ドリームステージピクチャーズ制作の映画、シムソンズ、NHK 大河ドラマ、光明画、辻、風林火山、連続テレビ小説、瞳に出演した。2015年、ライジンファイティングフェデレーションの統括本部長に就任。なお、ライジンでは、 女子格闘技も行うため、オープニングの選手呼び込みは、強者たちよ、出てこいやー、となった。2018年のライジン14をもって、統括本部長の任から離れ、しばらく肩書きのないスポークスマン的な役割を担った、あと、2020年のライジン20により、キャプテンに就任した。ありがとうございます。